こんにちは、パーソナルトレーナーのさやかです。今日はお家でできる脂肪燃焼トレーニングを行っていきたいと思います。飛ばずにできるのでぜひ一緒にやってみてください。はい、ではまずワイドスクワットからです。足を肩幅よりも広めに開いておきます。つま先の向きは外向きです。息を吸いながら膝を曲げていき、吐きながら上がりましょう。曲げていくときになるべく膝がつま先よりも前に出ないように意識してみてください。今度は足を斜め後ろに伸ばしていきます。伸ばすときに反対の手をつま先にタッチしていきましょう。息を吐きながら足を後ろに伸ばしていきます。今度は肘と膝をくっつけていきましょう。腹筋ではなく全体の脂肪燃焼が目的なのでしっかりひねらなくても大丈夫です。息を吐きながら肘と膝をくっつけましょう。めちゃくちゃ笑ってますね。はい、今度はパパマイバディです。足を伸ばしていくときに膝が曲がらないように意識してみてください。はい、では今度つま先を自分の手のひらにタッチしていきましょう。息を吐きながら動いていきます。
はい、では今度は足を後ろに引いていきます。しっかり膝を落としていくのがポイントです。とっても大きな動きになるので下半身鍛えたい方にもおすすめです。今度は膝と肘をくっつけていきましょう。ぎゅっぎゅっと体をひねっていくのがポイントです。はい、足幅肩幅よりも広めに開いてつま先外向きです。しっかり腰を落としていって真ん中に戻る。吸う息で膝を曲げていき、吐く息で上がっていきましょう。今度は肩幅よりも広めに手をつきます。お尻を上げたら膝を90度まで持ち上げていきましょう。はい、今度が最後の動きになります。頑張りましょう。しゃがんだら肘と膝をくっつける。大きくダイナミックに動いていきます。
まで見ていただいてありがとうございました。筋トレと一緒に行うとより効果が上がるので、よかったら筋トレも一緒に行ってみてください。一番いいのは筋トレ後に有酸素をするのがおすすめです。この動画を見ていいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。